おい、あんた何もわかってない。失礼すぎるでしょう。関口博氏といえば、37年間にわたりサンデーモーニングの司会を務めてきましたが、近年では度重なる失言や不適切な発言で物議を醸してきました。そんな関口氏に対し、元プロ野球選手で監督としても成功を収めた落合博満氏が、鋭い洞察力と論理的な思考で真っ向から立ち向かう場面が話題となりました。今回の動画では関口博氏の三文字での数々の失礼エピソードを振り返るとともに、落合博満氏がいかに冷静かつ的確に関口氏を論破したのか、その詳細をお伝えします。さらに落合氏の心眼と呼ばれる驚異的な観察眼やプロ野球界での伝説的なエピソードもご紹介します。関口博氏の失言集、視聴者を驚かせた放送事故級発言。関口博氏の問題発言はサンデーモーニングの中でたびたび見られました。特にスポーツコーナーでの発言が物議を醸すことが多かったのです。まず2018年4月のエピソードを見てみましょう。当時ロサンゼルスエンゼルスに所属していた大谷翔平選手が3試合連続ホームランを放つという快挙を成し遂げました。しかし関口氏はこの偉業に対して、まぐれなのかアメリカのピッチャーのレベルが落ちたのか、まあ両方だと思うと発言したのです。この発言に対しネットを中心に、素直に褒められないのかという批判が殺到しました。さらに2022年2月には北京オリンピックのスピードスケート女子 1000m で金メダルを獲得した高木美帆選手の快挙を紹介する場面で、元オリンピック選手の岡崎智美氏が技術面について解説していたにもかかわらず、関口氏は、何がすごいんですかこの方は、なんかよくわかりませんが、と岡崎氏の発言を遮ってしまったのです。この態度に対しても、失礼すぎる、関口博氏の暴走といった批判が相次ぎました。そして2023年のワールドベースボールクラシックの際には、さらに物議を醸す発言が飛び出します。日本代表チームの監督を務めた原辰徳氏がゲスト出演した際、関口氏は日本が対戦したチェコ共和国代表について、勝てるというのは私たちでも思っていましたから予想通りというと失礼な発言をしたのです。原監督はチェコ代表の健闘を称えましたが、関口氏の態度は多くの視聴者の反感を買うこととなりました。これらの発言は単なる失言というレベルを超え、アスリートたちの努力やアチーブメントを軽視するものとして批判を浴びました。長年の経験豊富な司会者である関口氏に、なぜこのような発言が繰り返されたのか、多くの人々が疑問を抱きました。落合博満氏の冷静な対応、論理的思考で関口氏を論破。関口博氏の度重なる問題発言に対し、元プロ野球選手で監督としても成功を収めた落合博満氏が、冷静かつ論理的な対応で注目を集めました。2023年10月のある日曜日、落合氏がサンデーモーニングに出演した際のエピソードを見てみましょう。この日、西武ライオンズが10年ぶりにパ・リーグを制覇したことが話題になりました。しかし、西武は9月30日の試合で敗れたにもかかわらず、2チームの敗戦によって優勝が決まるという形でした。これに対し、関口氏は、西武の決めた優勝が情けなかったんだ。負け試合で胴上げしなきゃなんないから、もう一つ盛り上がりに欠けたかなと私は感じました。と発言しました。ここで落合氏は冷静に、しかし鋭く反論します。いやいや関口さんね、そう言うけども、勝とうが負けようが胴上げはいいんですよ。さらに落合氏は、自身の経験を交えながら説明を続けます。私自身、負け、勝ち、雨でゲームなし、相手が負け、
引き分けで胴上げを経験しています。1年間戦ってきて最後に負けて優勝っていうのはなんか恥ずかしいような気もするけど頭から外れます。落合氏はこの発言で長年のプロ野球経験に基づいた視点を示し、関口氏の浅はかな見方を論理的に指摘しました。さらに歴史的な事実を交えて話題を展開します。1962年の東映フライヤーズ優勝時に張本勲氏が21歳で MVP を取っていると述べ、張本氏にもあっぱれを送りました。この一連の対応は単に関口氏を批判するのではなく、野球の本質や歴史的な価値を伝えようとする落合氏の姿勢を示しています。またサッカーの話題でも落合氏の冷静な分析が光ります。サンフレッチェ広島が降格の可能性がある柏レイソルに惨敗したという話題で張本氏が怒りを見せる中、落合氏はこう分析しました。降格圏内のチームは必死なんです。こういう必死なところとやるときは普段の倍、3倍ぐらいの力を出さないと勝てないですよ。この発言は試合の結果だけでなく、チームの置かれた状況や選手の心理まで考慮した深い洞察を示しています。落合氏のこうした対応は単に関口氏や他の出演者を批判するのではなく、スポーツの本質や奥深さを視聴者に伝えようとする姿勢の表れと言えるでしょう。視聴者の反応、落合氏への称賛と関口氏への批判。落合博満氏の冷静で論理的な対応は多くの視聴者から絶大な支持を得ました。ネット上では称賛の声が相次ぎ、関口博氏や張本勲氏との器の違いを指摘する声も多く見られました。あるネットユーザーは次のようにコメントしています。今日も愉快な妄想妄言コメディをありがとうございました。落合の関口ハリー退治がとても面白かったので、たまに出演してください。また関口氏の発言に対する批判的な意見も多く見られました。1年間死に物狂いで戦ってきて掴んだ優勝を情けないの一言で片付ける関口博さんは一体何様なんでしょうか。落合氏の言葉、重みありすぎて涙が出てきます。落合氏の分析力と説得力を評価する声も多数ありました。落合氏が出演するとコメントが引き締まる、しっかりと数値で例えるから理解できるし納得する、おじいちゃんは言葉が足りなく何言ってるか意味不明が多すぎ、さらに張本氏の発言スタイルを批判しつつ落合氏の存在感を評価する声も、今日のサンデーモーニングは落合さんが出てた、さすがにこれぐらいの大物が出てると張本氏も控えめになるのでありがたい、もうそろそろ他の人に変わればいいのに、他の競技をけなす発言が多くて並行する、何が面白いのかねって、野球だって面白さがわからない人は大勢いてるんやで。こうした反応を受け、多くの視聴者が落合氏のレギュラー出演を望む声を上げています。関口の間違いをちゃんと訂正しつつ、無言の圧力で張本もおとなしくさせる落合は、ぜひともレギュラーで、あ、張本とチェンジで OK、 もう来週から落合博満のサンデーモーニングに番組変えてもいいんじゃないか。関口の事務所が持ってる番組だから内容もガラッと変わりそうだけども、まあ変更報道番組から変わるならそれはそれでいいか。これらの反応は落合氏の発言が単に関口氏や張本氏を批判するだけでなく、スポーツの本質や深い洞察を視聴者に伝えることに成功していることを示しています。落合博満氏の心眼、驚異的な観察眼と伝説のエピソード。落合博満氏の鋭い洞察力は現役時代から監督時代を通じて多くの伝説を生み出しました。その中でも特に有名な心眼のエピソードをご紹介しましょう。2010年4月27日、中日ドラゴンズ対巨人戦、試合開始からわずか2回表1失、当時中日の監督だった落合氏が
突然森球審のところへ歩み寄りました。一見すると抗議をしているように見えましたが、実際は全く異なる理由だったのです。落合氏は自身の YouTube チャンネルでこの出来事について次のように語っています。実際の話、ちょっと森球審の目がうろうろしてたっていうのと、ジャッジする体勢がぐらついていたということなのかな。審判だから体調悪いから交代するってことはまず職務上言えないだろうしね。驚くべきことに、落合氏は審判の体調不良を見抜き交代を提案していたのです。なぜこのようなことが可能だったのでしょうか。落合氏はこう説明します。野球で一番見てるのはキャッチャーのところを一番見てるわけだから、ピッチャーがボール投げりゃキャッチャーのところ見るしね。まあ自然とそれが球審のおかしな動きに見えたっていうことなんだろうと思うけど。そしてさらりと付け加えます。なんか普段と違うってのは見てればわかるんだろうけどね。この審眼は落合氏の徹底的な観察眼と審判との良好な関係があってこそ発揮できたものでした。落合氏は審判との付き合い方についても興味深いエピソードを語っています。喋るのはゲーム前とかなんかだよ。着替えてる時とかね。昔は今みたいな施設はなかったから、審判と隣り合わせのとこで着替えたりとかなんかっていう、そういう時は元気かって声かけてもらえれば、ほらお互い敵味方じゃないんだから、いかにして審判を味方につけるかっていう。これらのエピソードは落合氏の野球に対する深い洞察力と人間関係構築の巧みさを示しています。また落合氏の伝説は監督時代にとどまりません。現役時代3度の三冠王を達成した落合氏は、1985年にシーズン打率3割6分7厘という驚異的な成績を残しています。さらに1986年には4割を超える打率を記録。これは日本プロ野球史上右打者としては最高の記録です。こうした輝かしい実績があるからこそ、落合氏の発言には重みがあり、多くの人々の支持を集めているのです。関口博氏の降板後、新たな動向と視聴者の反応。37年にわたってサンデーモーニングの司会を務めてきた関口博氏ですが、2023年3月31日の放送をもって降板することとなりました。その後4月3日に関口博さん感謝の集いと題された謝恩パーティーが開催されました。このパーティーでの関口氏の発言が再び物議を醸すこととなります。壇上に立った関口氏はこう切り出しました。私は終わっちゃったんでしょうか。さらにまだ死んじゃうわけではないので、ぜひともお仕事の声をかけてくださいと仕事への意欲を示しました。この発言は一見ジョークのようにも聞こえますが、恨み節とも取れる内容でした。パーティーでは TBS の佐々木隆社長が、3月31日放送回の視聴率も良かった、日本のテレビの歴史を作ってくれたと関口氏を称賛。また参加者全員に関口の名前が刻まれた高級な銀のさじが配られるなど、関口氏への敬意を示す演出が続きました。しかしこうした華々しい引退式とは裏腹に、ネット上では関口氏の降板を歓迎する声も少なくありませんでした。関口博氏見てられない、関口博氏あかんわ、もう引退してほしい、新しい人に活躍の場を譲るべきといった辛辣な意見が多く見られ、関口氏の言動に対する批判は降板後も続いています。関口博氏の今後の活動がどのような評価を受けるのか、そしてサンデーモーニングのような影響力のある番組で落合博満氏のような論理的で建設的な意見を持つ人物が登場する機会が増えるのか、多くの視聴者が注目しています。スポーツ解説の在り方と今後の展望。今回の動画では長年サンデーモーニングの顔として活躍してきた関口博氏の数々の問題発言と、それに対する落合博満氏の冷静かつ論理的な対応を見てきました。
関口氏の発言はしばしばアスリートの努力を軽視し、スポーツの本質を見失っているように見えました。大谷翔平選手の活躍をまぐれと評したり、高木美帆選手の金メダル獲得の偉業を理解しようとしなかったりと、視聴者の反感を買う場面が多々ありました。一方、落合博満氏はプロ野球選手及び監督としての豊富な経験と深い洞察力を生かし、スポーツの本質に迫る発言を繰り返しました。西武ライオンズの優勝やサッカーチームの降格争いに関する冷静な分析は多くの視聴者の共感を呼びました。落合氏の心眼とも呼ばれる驚異的な観察眼は、審判の体調不良を見抜くエピソードに象徴されるように、野球に対する並外れた洞察力の表れでした。また現役時代の輝かしい実績も落合氏の発言に重みを与える要因となっています。関口氏の降板後、多くの視聴者が落合氏のようなバランスの取れた建設的な意見を持つ人物の登場を望んでいます。しかし関口氏自身は新たな番組で活動を続ける意向を示しており、その動向にも注目が集まっています。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。